はい、どうも、宮本です。今ちょっとやっているのが、今話題の原神です。今ちょっとキャラ作成して、ちょっとだけチュートリアル気味にストーリーを進めたところです。ちょっとこっからちょっと実況プレイやっていこうと思います。で、モンドへ行く。あっちか。すごい、映像はめちゃめちゃ綺麗ですね。あと500メートル。え？何この音？うわ、飛ばされた。やべえ。倒した倒した。え？なんか拾える？これ回復ってどうやってやるんだこれ。あ、間違った。え？ちょっと待って。バックの、ちょっとまだ操作方法がちょっと慣れてないんですよね。あ、これか。選択したキャラの HP を300回復する。あー、間違った。何これ。まだ大丈夫だな。何これ？ラズベリー。あ、これちょっと道間違えてる？もしかして。あ、こっちか。あっちか。嘆きの森？怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？え、嘘だろ。まさか戦闘じゃないよね。危なかった。吹き飛ばされるところだった。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。さっきは何があったんだ？食われるかと思ったぞ。絶対あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。うん、心配してるのは
わかるよ。ん？なんだあれ、あの石赤く光ってる。近くで見てみ。気をつけろ、嫌な感じがする。こんな石見たことない。何なんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。急いでここを出よう。え、戦闘ち基礎知識。幻想部は原子を吸収すると幻想エネルギーを回復できる。幻想ダメージを与えることは敵を倒すほど。非常食だって。まだ知り合って2ヶ月ぽっちの仲間だけど、今じゃもう大親友だよな。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているのだから、早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。え、任務があってしろ。もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、謝るよ。見知らぬ、その尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？偵察騎士参上。アンバーを獲得え？アンバーに切り替える？え？こんなことできるの？アンバーを使って急所のペン、ああ、そういう意味か。文字がちっちゃくて、これ何すればいいのかってわかんない。ねえ、得体の知れない旅人さん。何しにモンドへ？こいつは、遠い遠い旅の途中で、兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒に、その兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。うん。そうだ、今受け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ。簡単よ、見ればわかるわ。これが無料でできるってすごいよな。まあ今のところは。え？アンバーが案内した場所へ。
あ、登れるし。すげえ。やばい！何これ？え？体力。体力が足りない？もしかして、登るのに。え？登れないんだけど。ちょ、待てよ、これ。どうすんの、これ。ここに矢印あるけど。どこ行きゃいいんだよ。あ、ここか。え、ちょっと待って、どこ、え、どこ行きゃいいの。ヒルチャールを探す。え、ちょっと待って、どこだよ。あっちか。は、ちょっと待って、マップ、そのヒルチャールっていうのはどこにいんの？あれか。これか。ああ、こいつはキャラチェンジ。
やばい、体力がない。あ、嘘！ちょっと待って！何これ？おい！嘘！ちょ、溺れ死んだ。え？嘘だ。びっくりした。なんかペナルティとかあるのかな？冒険ランク4。とりあえず実況プレイパート1はここら辺で一旦終わりたいと思います。まあ、お試しプレイとしてやってみましたけど、これが無料ってすげえ楽しいですね。これはお得だと思いますし、なんか、普通にゲームも楽しいですし、これはいいと思います。ではまたパート2もやりますので、もしよかったら、またご覧ください。では、最後までご視聴ありがとうございました。